ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。俺はおせっかい焼きのスピードワゴン、俺っちが相手になってやるぜ。俺はロンドンのオーガーストリートから来たロバート・イー・オースピードワゴン。俺は他の奴らと比べるとちと頼りないかもしれねえ。だがよ、ただ足手まといになるためについてきたんじゃねえぜ。オーガーストリートの仲間たちや自慢の帽子でバッチリ援護するぜ。俺のバトルスタイルはオーガーストリート、スタイルアクションでナイフ使いの入れ墨と中国拳法を使う東洋人を呼び出せる。呼び出した仲間に命令すると自動的に攻撃をしてくれるんだ。俺は徹底した援護役に回ることで進化を発揮するぜ。パートナーが立ち回りやすいようにオーガーストリートの仲間たちと輪を引っかき回せ。もちろん仲間が作ってくれた隙を逃さず俺も攻撃に参加するぜ。なーに、令和戦いが終わって生き延びてから言ってくれ。手を貸してくれ。隙だらけだぜ。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで歯が骨まで達した音を聞かせてやるぜ。歯が骨まで達した音。俺は今までの人生で世界各国を放浪し、いろんなものを見てきた。だがこんな奇妙な冒険は体験したこともねえ。ジョースターさんたちを待ち受ける運命とは一体。バンダイナムコ